こんにちは、つよぽんです。本日のつよぽんアート、前回にね引き続き、どんなことを考えて作業してきたかというお話をさせていただきたいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、これ前回見ていただいていた感じです。若干ね、振り返るところからいくと、この遠近法ラインを用いてですね、いわゆる構図のもう後でどうにもならないようだね、失敗をしないように心がけて、構図を構成、してきたわけです。つまり、目線の高さによってこのラインは変わってくるということですね。つまり、このファインダーの向けた先、中心はここで、目線の高さが水面から、1点な数メートルのところにあるということで、例えば、目線の高さが3メートル4メートルということになると、この船の例えば上にね、そのこの後ろ見えないところに橋があって、橋の上からこの船を、船っていうかゴンドラっていうらしいんですけどね、ゴンドラを見下ろしているのか、はたまたゴンドラに乗っているのかっていうのはとても重要なところだと思うので、この遠近法ラインをしっかりと意識したということになります。はい、それでこの先、こっからですね、現在の状況がこんな感じに、ここまで書きました。水の部分とですね、橋、そして奥の建物に、手を加えたということで、非常に地道な作業だったんですけれども、どんなことを考えてやったかということなんですが、まず、見てわかるように建物は、建物なんですよね。建物、はい。そして左側の建物は、なんていうんですかね、コントラスト、光のコントラストがあまりない建物。なぜなら、日陰になっているからですね。で、右側はコントラストが非常にはっきりしている。なぜならそこは日向だからということですね。で、大きく3つに分けようというふうに考えました。真ん中の、つまり、ここの建物群、この建物群で一つ一つ、そして真ん中、はい。そして、やはりこの水の都ベネチアということで、運河ですね、川と僕は言っちゃってますけども、運河なんですよね。おそらく海水の運河、そして水深は10メートルも20メートルもあるはずがないと、おおむね3メートルぐらいかなということで、その3メートルぐらいの運河の存在感、そして水面、水面に映り込んでいる感じっていうんですかね、はい。そしてこの橋、こちらがコントラストのある世界で、こちらがコントラストのない日陰の世界だとすれば、当然その境界線のね、目安になる場所がこの橋、そしてその周辺ということで書き込みをしていきました。はい、そうするとこうなったわけですね。橋は左半分は、左半分というかね、半分ちょいは、影になっていると。そして右側は、光が当たっている様を表現し、この辺りですね、はい、特にこのファインダーの中心になるこの辺りというんですかね、この辺りとこの辺り、よく見るとその向こう側にも橋があって日陰になっていると。で、奥の建物もこの辺りには左側の建物の影が来ているということで、僕ね、その前回の時に影のつき方が不自然だというふうに言ってたと思うんですが、やっぱこれでいいのかなっていう、つまり
真後ろよりも左から太陽が差し来てないと考えてみたらここは影にはならないし、そうするとこの影は不自然ではないし、ここの影もいいのかななんて思いながら、よく見るといいのかなという感じで、はい。で具体的にはこの、水面にね、映り込んでいるその水面の感じと結構細かく書いてたんですけれども、ちょっとお待ちください。はい、そうですね、まずこの辺りなんですが、あとかなりね、スカスカになりましたけれども、運河の底というレイヤーを一つ作りまして、こんな感じでですね、底のイメージというか、いわゆるなんていうんですかね、二重構造というか、結構繊細な線を引くとどうしても隙間みたいなのが出てきちゃうと。でその隙間越しに、底のイメージ、底っていうのは運河の底というイメージなんですけどね、それに水面が加わることで、つまりかなり暗いですよね。暗いんだけれども、建物の一番下のところ、そして建物に一番近い水面の境目がよく見ればわかるようには書き込みたかったんですね。はい、つまりこの水面のラインがこう来て、一旦奥に下がって、また前に出て、そしてこの建物っていうかね、なんかあるんですよね。でそこのなんていうんですかね、非常に暗い建物なんだけれども、建物というか、はい、そして光が当たっているこの、建造物、構築物っていうんですかね、構築物と水面との境、そして水面に映り込んでいる建造物がここにあるであろうと、想像させるような水面というかね、そういう感じで、そして橋ですね。やはりこの橋、ただ塗ってないとですね、なんていうんですかね、紙で作った模型みたく見えなくもないということで、メインブリッジを書き込みました。そして、シャドウ。で、特にこの辺りはですね、もう、どうでもいいような場所に思えるんですけれども、普通に考えて、ここが、ファインダーの中心だとすると、やっぱりここを見てるようなね、はい、つまり進む先に何があるのかというようなことで、よく見るとその奥が伺い知れるような書き込みをしました。でまだ右手前のですね、ここはまだ実際の水面の高さはこの辺りなんですけれども、やはりここと同じような書き込みをして、水深がおおむね3メートルくらいかなというような、でやっぱり水深3メートル程度の運河がここにあれば重量感というかね、出てくるんじゃないのかなということで、この橋も含めて、太陽の位置から、なんていうのかな、太陽の位置が影響するような要素を
き込みました。はい、今ね前回の状況から現在の状況ということで、でまあ書きながら考えてるようなまあところもあったんですよね。この運河もこの日陰になっている部分、そして光が当たっていて、当然この土井面というかレンガの色というかね、オレンジというか、まあ赤に近いオレンジというかね、そうした赤みがここにあって、でここはレンガの建物なので、うん、うまくですねまとめたいかなというふうに考えております。一番最後にねこのゴンドラ描こうかなというふうには考えているんですけれども、このミラーに建物と空が、はい、で空は今のところワントーンで描いてるんですけれども、この空に関しては高さが感じられればまあいいかなという感じで今まで放置してきたんですけれども、ちょっと考え中なところもあります。はい、ということでまだね途中経過でメイキング3という感じではあるんですが、もしよろしければこれからもですね飽きずにお付き合いいただければとても嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。つよぽんでした。バイバイ。